ボードジャパンは13日、男女2人による音楽ユニット YOASOBI の夜にかけるが、ビルボードジャップ、アンチャートにおけるストリーミングの累計再生回数で10億回を突破し、日本初のビリオンヒットを達成したと発表した。夜にかけるは、YOASOBIのデビュー、曲で2019年12月15日にリリース。20年には、ビルボードジャパンの年間チャート、ホット、100オブザイヤー2020で首位を獲得。シングル CD のリリースがない楽曲として初の年間1位となっている。ストリーミングソングチャートでは20年3月18日公開チャートで91位に初登場。これまで通算15回の首くらいを獲得している。累計再生回数はチャートイン18週目で1億回を突破し、チャートイン183週目となる今週、史上初の10億回を達成した。なお累計再生数2位は、ユリのドライフラワー、8.8 億回、3くらいは、BTS のダイナマイト、8.5 億回となっている。YOASOBIはこれまで、夜にかける、アイドル、群青など14曲が、累計再生数1億回の大台を突破。これはオフィシャル、ヒゲダンディズムと並で、アーティスト別で、最多となっている。YOASOBIは、ビリオンヒットたち、性について、以下のコメントを寄せた。YOASOBIの、夜にかけるがストリーミング累計再、生回数10億回を突破しました。本当に嬉しいです。たくさん聞いてくれてありがとうございます。これからも、夜にかけるだけではなく、他の楽曲も含めて YOASOBI 応援してもらえると嬉しいです。夜にかける10億回突破を記念して YOASOBI はいろいろな企画を考えておりますので、そちらも楽しみにしていてください。